を塩で食べてしまった時に同僚に言われるっぽい隠語。椅子の箸を折る。あ、椅子の足を折る。椅子の足を折るね。あ椅あ、子なのるほ足どを折る。ね。まあ、うまいよね。椅子の足を折る。ラジオネーム、キリンパン。中学生時代、仲良しグループの中でナンバーファイブぐらいのひょうきんでも、真面目なわけでもないやつが卒業まで一度も負けなかった遊び。わかる？物のサイズを当てるゲーム。なるほどね。こういうラのあジオるネーな。ム、たりき本願寺の子。おじさん誕生から月日は流れ、時は1980年代。おじさんが初めて矢作さんと目が合い、ふふふと無表情で不敵に笑った。ちょうどその時、世界の裏側で起きてたっぽいこと。喫茶店の陽気なマスターが、誰も見てないところで、笑顔の仮面を外し、今日も人知れず涙を拭いた。そしてそれを見ていた2匹の赤い目のインコが、裏を見ちゃダメ、裏を見ちゃダメと2回言って、静かに飛び立っていった。かっこいいね、いつも。なんだろう、そいのつもか最っ後このいいよ、俺多の分やですつ。ね。そう。かっこいいいつもかっこいいよ、最後ね。ね。はい、ってことで、こんな感じの、なんかっぽい名前、思いついたら、メールしてください。宛先は郵便番号107-8066。TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネびいき君の名はの係。メールの場合、メガネアットマーク TBS.CO.JP です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネびいき。さあ、メール読んできます。ラジオネーム、リンゴマン。おじさん、ヤギさん、工務店さん、こんばんは。僕の中学の野球部の先輩は、部活が終わってユニフォームから制服に着替えるときに、ケツ毛を見せてきたり、抜いて渡してきたりしてました。一体どういうつもりだったのかわかりません。まあ、ちょっかい出したくなんだよね、先輩は。何かしら。いるよね。そうそう、嫌がられたいんだから。そうそう。こういう人。いますよ。そうそう、面白いと思ってるから。そういうのね。ね。人気者なんでしょ、多分それが。そうだね。そう、面白くないのにね。こういう人いるね。いリアクションる。取んなきゃいけないからそうね、こっそうちが。そ面白い人だったらいいんだけどう。ね。そうなんだ面白くよ。ない人だとちょっとね。まあ、めんどくさいね、それもめんどくさい。ね。ラジオネーム、首位打者伊藤。小木さん、八木さん、小室さん、こんばんは。今年で社会人2年目の僕ですが、会社の平均年齢が若いので上司とも話しやすくいいんですが、飲み会などで皆が携帯の人気アプリなどで盛り上がったり、雑な下ネタで笑ってるのを見て、学生時代からそういったノリが嫌いな僕は合わないなぁと思いながら参加してます。やはり学生時代から染みついた性格は相当なことがないと変わらないみたいですね。あるそうよ。ね。そうよ。そうなんですよ。だもう自分で変えていくしかないよね、そこの下品な下ネタとか。いや、無理でしょ。そこ。合わないですよ。そこがだから、いい下ネタで受けるように、そいつが、あ、改革ってこと？改革。自分を変えるんじゃなくて？そうそう、もうそこの、あ、自分が？こっちがいいっていうレこベルと、を上げていくってこ上げと？ていくっていうことね。それしはあ。かないんじゃないかなって思って、もう。そこはもう。そう？そうだよ。その人たち変わんないもん、絶対に。でもな、あるよな、社会人のその、学生時代、大学とかで、多分体育会系とかであるノリ、のまんまこう社会人のノリってあるじゃん。ある。社会人でも飲み会そういうノリの会社って。だからそういうとこに入っちゃった人って、そこの電通とかってさ、ノリが、大学のいけてる、サークね、ルのサーね、なクルんのか、ノリのままじゃん。あるある。電通の社員って。だからそこに入っちゃったそっちタイプじゃなかったやつ、ほんとついていけないんだろうな。大変だと思うよ、あれは。ね。電通のあの、寮のね、寮の、
何文化祭じゃなんつうの良祭。良祭。良祭は、すごいね、あれね。うん、今時、うん、あんな、下品なやつないよ。うん、あの盛り上がり。もう、ザ・大学のこの、体育会系の、結構いい感じでさ。うん。あれじゃない。うん。人気者たちの、うん、そう。のノリなの。そう。でも、あれやっとくと、まあ、でも確かに怖いものを知らずになっていくのかな。これから社会人になって。結構のするもんね。大体裸になってるもんね。大体。うん、そうね、3、4組出てくるんだけどね。うん、13組ぐらい、10組ぐらいチンコ出すからね。そう。大勢の前でそれがもう伝統なんだけど。うん。うん、これ。うん批評。おう。ああ、もう。まだいいのね。まだいいの。うん。ラジオネーム、貪欲な男、小木さん、八木さん、小手さん、こんばんは。僕は中学時代、野球部に入っていたんですが、ユニフォームのことを洋服と呼ぶ先輩がいました。ヘッドスライディングすると洋服が汚れるから嫌だなどと言っていました。可愛いなと思いました。あ、かわいい。天才っぽいじゃん。うん、まあ可愛いと思えるってのはもうそいつの勝ちだな。だから勝ちだね。うん、うん、それがね、ほんとつまんねとかなんかムカつかれたらあるんだけど、うん、でもそいつはすごいやつなんだな。あ、可愛いと思われるってことは。なるほどね。うん、うん、結構なチャレンジじゃん、洋服っていうの。このチャレンジ。そうだよね。はい、それを可愛いと思えるってやっぱ。うん。うん。勝ちだよ。ラジオネーム、ファイアーダンス失敗。小木さん、八木さん、小武手さん、こんばんは。バイト先の先輩に、クソワロタが口癖の人がいます。ネットスラングを平気で使ってくる感じが疲れるし、なんか超キモいです。クソワロタ。ああ、面白いな。それ普通に言うんだ。周りにいないな、そういえばそんなやつ。ネット用語だもんね。うん、クソワロタとか。ネット用語って他何があるっけ？なんかいろいろあるよ、そんなやつね。ワロス。ワロスか。草生えた。草生えたって何の？草生えた。何ネット用語って。ワロス。ねえ。へえ。いや、あるね、そういうのね。うん、クソワロタって言ってくれると面白いな。面白い。行くよ、批評。行く。じゃあ、批評行きましょう。こんばんは。TBS アナウンサーの増田直弘です。週刊おぎやはぎ批評。この時間は、聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見、ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティであるおぎやはぎへ自己批評を促します。本日も素敵なピアノの演奏とともに皆様からのメッセージをご紹介いたします。まずはスペシャルウィークのディスラナイト、お疲れ様でした。もうね、増田の言いたいこと分かってんでしょ？ザキメちゃんもトールさんも分かってんでしょ？うん、キリンの川島さんに頼りっぱなしだしさ、MC オギーは相変わらずだし、もうちょっとラップ色出さないと。ラップ色が足りないとなるとどうするべきだったか分かるよね？やばい。分かんない？あれ先々週謎の K はカマスダじゃないってさりげなく言ったよね。カマスダのラップもチラッと聞かせたよね。あそこまで振ってるんだからさ、頼ってくれていいのに。なんで遠慮するのかな、最近の人は。逆に聞くけど、マスダを頼るならいつよ。やばい。あえてもう一回聞くよ。マスダを頼るならいつよ。先週でしょ。今じゃない。マスダにいつ頼るか。うん、